皆さん、こんにちは。九州大学の建築学科は工学部の第5群に属しています。この学科紹介では、建築と建築学科の教育、特色ある取り組み、卒業生の進路について簡単に説明いたします。この動画を見てくださっている皆さんは、少なからず建築に興味をお持ちの方と思いますので、まず建築について簡単に説明いたします。建築とは、その中で人間が生活し、さまざまな活動を行う内部空間を持つ建物のことです。住宅やオフィスビルなど、ここに示しているさまざまな建物が建築にあたります。大学の校舎や図書館ももちろん建築です。この写真のように、九州大学の糸キャンパスにはさまざまな建築があります。このような建築の配置を計画するのも、建築の専門家の仕事です。九州大学の建築学科は、この写真のように糸キャンパスのイーストゾーンにあります。建築学科はイーストゾーンの緑色の線で囲んだ建物内にあります。水色の矢印で示した半円形の建物は、九州大学の中央図書館ですが、外観に特徴があるだけでなく、このように内部空間も大変特徴的であることが見て取れると思います。皆さんも実物を見てみたいと思うのではないでしょうか。建築は自然災害などに対して壊れにくく、室内が快適で使いやすくなければなりません。また、美しい建築は長く使われ、多くの人が訪れ、愛し、人々の誇りになります。そのため、建築にはここに示す強、陽、美が備わるように、計画と設計を行うことが基本です。建築学科では、建築をどのように計画し、設計し、実際に作り、そして使用していくか、また、多くの建築や緑地、道路などで構成される街区や都市の計画、いわゆる街づくりに関する教育と研究を行っています。建築学科では、これらの建築に、強、陽、美が備わるように設計し、施工するための教育と研究を行っています。建築学科では、ここに挙げているような特色のある取り組みを行っています。この1番の BCAT では、学外からも参加可能なスプリングスクールやサマースクールを実施しています。その BCAT のワークショップや建築学科での設計教育を中心になって指導されているのが、ここに示す2名の先生方です。末広先生と末道先生は、建築学科の常勤の教員であるだけでなく、建築家としても有名で大活躍されており、学生は設計の実務に基づく実践的な指導を受けることができます。この先生方の建築家としての活動について、詳しく知りたい方は、先生方の名前やここに示す事務所名をインターネットで検索してみてください。最後に、建築学科の卒業生の近年の進路や就職先について紹介します。建築学科は1954年の創立以来、3200名を超える優れた人材を輩出しています。建築学科の学生は1学年約60名ですが、その約8割が大学院に進学しています。建築学科の教員が教育を行う大学院は、九州大学の人間環境学部にある空間システム専攻と都市共生デザイン専攻です。人間環境学部の校舎は、建築学科と同じイーストゾーン1号館です。建築学科の卒業生やその多くが進学する大学院2専攻の主な就職先は、ここに示すような建設会社や設計事務所、コンサルタント、ディベロッパー、ハウスメーカー、電力や鉄道の会社、観光庁、大学などです。卒業生は、建築、構造、設備、都市の計画や設計、建築の施工管理、審査、発注などに携わる専門家として国内外で活躍しています。以上、建築学科の簡単な紹介といたします。このような建築を学び、
建築家などの専門家を目指したい人は、九州大学工学部の建築学科に進学してください。皆さんの入学を心よりお待ちしております。